こんにちは資材塾中間応答科学ゼミファシリテーター、弁理士の繊井野と申します。今回は中間応答ゼミの詳細な内容について説明します。今回の中間応答科学ゼミでは、拒絶理由とその応答方法を体系化して整理することで、実務に役立つ力をつけられるようにしたいと思っています。えー、拒絶理由として、主に2つのタイプが想定されると考えます。 1>, 1点目が新規性・進歩性といった29条の拒絶理由、2点目が実施可能要件、サポート要件、明確性要件といった36条の拒絶理由が想定されます。このうち29条、新規性・進歩性については、フレームワークを使って拒絶理由を整理します。うまく分けることができれば、フレームワークのそれぞれのケースで典型的な応答方法がありますので、 この応答方法についての検討の指針になると考えますこのようにして中間応答の方法を体系的に考えることができるようになります36条についてはそれぞれ典型的な拒絶理由それからその応答方法がありますので多くの事例を交えながら説明したいと思います このようにして29条、36条についてそれぞれですね、体系的に応答方法を身につけていただきたいと考えています。本ゼミでは、見直すだけで実務に役立つ、体系的に整理した資料を提供します。29条の拒絶理由について体系化したのは、こちらのフレームワークになります。 こちらのフレームワークは私が独自に考案してまとめたもので、今回このゼミが初の公開になります。縦方向は因例との区別を数値範囲で行うのか、それとも数値範囲以外の構成で行うのかで分けています。横方向は因例との区別の対応で分けています。区別型というのは、 明確に構成が異なるケースを言います。例えば、陰霊との区別を数値範囲で行う場合、ある成分の含有量について、陰霊が0.5から 3g であるのに対し、本が発明が 4g 以上であるという範囲が重複していないケースが挙げられます。一方で、陰霊との区別を数値範囲以外で行う場合、陰霊がエタノールを含むのに対し、本がんが 豚のノールを含むというケースが挙げられます海外年型というのは本が発明が陰例の海外年に該当するケースを言います数値範囲による区別の場合ある成分の含有量について陰例が0.5から 3g であるのに対し本案が2から2.5であるというケースが挙げられます 非数値範囲による区別の場合、陰霊がアルコールを含むのに対し、本が発明がブタノールを含むというケースが挙げられます。付加型というのは、陰霊に記載のない構成が本が発明に付加されているということを言います。数値範囲による区別の場合、陰霊がブタノールを含むことのみを特定している。 え、含有量は特定していないのに対し、本眼はブタノール含有量が0.5から3グラムであるというケースが挙げられます。非数値範囲による区別の場合には、本眼がブタノールを含むのに対し、陰霊では対応する成分、近い成分が含まれないというケースが挙げられます。え、一つ飛ばして、 のぞく型というのは、のぞくクレームによって、陰霊と重複する部分をクレーム範囲からのぞいたケースを言いますえ。数値範囲による区別の場合、ある成分の含有量について、陰霊が0.5から3グラムであるのに対し、本がんが3から5グラム、かっこただし3グラムの場合をのぞくと特定されているというケースが挙げられます。 非数値範囲による区別の場合、陰霊がエタノールを含むのに対し、本願が,がアルコール、ただし、えー、エタノールを除くと、を含むと特定されているというケースが挙げられます。えー、最後に、組み合わせ型は他の類型を複数組み合わせるケースです。組み合わせ型は、効果の発言の観点から、制約型、相乗型、バランス型の3つの類型に分けられます。 制約型は構成要件 A であるとき、構成要件 B でないと効果が得られないというケースです。相乗型は構成要件 A と構成要件 B を組み合わせると相乗効果が得られるというケースです。バランス型は構成要件 A と構成要件 B により、効果 C と効果 D を両立するというケースです。 青で囲んだ区別型、赤で囲んだ海外年型、深型、それから黄色で囲んだ覗く型にはそれぞれ典型的に進歩性を主張するための検討するべき事項がいくつかあります。今回の中間応答ゼミではこの点についても惜しみなくお伝えします。続いて36条のうちサポート要件でよく見かける拡張ないし一般化、 といいう拒絶理由について説明します、えー、前提条件になりますが特許請求の範囲の記載として発明の対象である撥水素生物がシランカップリング剤を含むことが記載されていますただしこれ以上シランカップリング剤についての特定はされていませんまた明細書の記載としては発明の課題について撥水性であり えー、解決手段はシランカップリング剤等を含む、えー、特定の撥水素生物でコーティングすることであると記載されています実施例では特定の一種のシランカップリング剤のみを含んだ撥水素生物しか記載されていませんこのような出願に対して、えー、例えば以下のような拒絶理由が通知されることがあります シランカップリング剤の種類によって発水性が異なるところ、出願時の技術常識に照らしても、請求項1にかかる発明の範囲、あらゆる種類のシランカップリング剤まで発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし、一般化できるとは言えない。こちらの理由、平易な言葉に要約すると、 実施例で一種のシランカップリング剤でのみ効果を検証しているところ、他のシランカップリング剤でも本当に効果が出るのかという指摘になります。科学系の特許では、特に実施例のサンプルが少ない場合によく通知される拒絶理由になります。 こちらの例に代表されるように、いくつかよく通知される36条関係の拒絶理由というものがあります。こちらについても典型的な対応はありますので、今回の中間応答ゼミでは惜しみなくお伝えしたいと思います。最後になりますが、今回の中間応答ゼミの受講者の方には3つの特典を用意しました。1点目ファシリテータータの私 弁理士の性能がこれまで対応した中間応答の中でもうまく権利化につなげた案件を集めた中間応答集こちらをプレゼントいたします読んでいただくだけで中間応答の力がつくような内容になっています2点目演習で使用した5台以外に力がつくと思われる事例集をプレゼントしますゼミ受講期間内であればこちらの添削にも対応します 3点目、ゼミ受講期間内は演習で使用する問題以外の相談にも対応します。私自身、特許事務所に入って初めての仕事というのは、実は明細書の作成ではなくて、週間ートから始めています。えー、こちら、非常に良い経験になったと今でも思っています。明細書を作成するにあたって、審査官がどのような拒絶理由を 通知してくるのか、想定して書くことが、より強い権利、広い権利を取得するために重要になると思っています。特に今回、ゼミで説明するフレームワークを使って、拒絶理由を体系的に整理することで、どのような明細書を書けばいいのか、整理できるようになると思います。この機会にですね、拒絶理由を体系化して、応答の方法を身につける機会にしていただきたいなと思っています。 2か月間、ゼミの仲間やファシリテーターの私と共にディスカッションし、学習していきましょう。今回のゼミのお申し込み、お待ちしております。